倉敷町は、かつて、岡山県久保屋郡、筑母郡にあった町、自治体である。かつて、江戸時代に、港町、徳川幕府領倉敷大館所の陣屋町として、栄えた、備中国久保屋郡倉敷村が、調整施行したものである。現在の岡山県倉敷市の中心市街地に、おおむね街頭する区域に加え、現在の道市、高山や神殿を含む範囲を管轄していた。 前身となる倉敷村は古くは日々の穴海の西部にあたるあちの海と呼ばれる海域にあった現在数山から続く丘陵となっている当初にあった港町であった。早い時期より海洋交通の拠点となり過去裏に指定されている。文読、慶長の役には過去役員を上納。近世諸島の島原の乱では裏で御用を務めたという記録もある。中世末期、 ウキタ秀家が、家臣の岡と四角に命じ、あちの海を干拓したことにより、陸続きとなり、倉敷村は運河における河口となる。近世に干拓が引き続き行われ、周囲一帯は平野となり、運河は潮入川となり、倉敷村はその最上流となる。近世諸島には、微中松山の外交として、物資の集産拠点として繁栄。また出張陣屋も建てられ、 陣屋町としても発展する。その後、幾度の領地変遷を経て、天領となり、延響3年に、倉敷大館所が設置された。明治になると、倉敷県の管轄となり、県庁所在地となる。その後、小田県を経て、岡山県に管轄が変遷。明治9年には、村南部にある向山や神殿などの枝村や、周辺村の飛び地を併合。翌年には、 久保屋軍役所が村内に設置される。明治20年に調整施行し、倉敷町へ改称同33年には、軍統合により、筑波軍に所属が移った。昭和2年に、筑波軍倉敷町、万寿村、大高村の3自治体が対等合併し、新しい倉敷町を新設。翌3年に、市政施行して、倉敷市になり、 の周囲の町村を次第に編入合併していき、昭和42年に倉敷、玉島、小島の3市が合併し、新しい倉敷市を新設し、現在に至っている。当時の倉敷町域は、現在は倉敷市倉敷となり、以下の通りである。ありがとうございます。